はい、それじゃあですね、次に平成22年の過去問ね、やっていきたいと思います。で、まずですね、設問文のところですけれども、ちょっと見ていただきまして、事例中の捜査報告書の証拠能力について前提になる捜査の適法性含めて論じなさいと。で、この捜査の適法性ですけれども、ここはまあ捜査法の問題とか、あるいは違法収録排除補足の問題ですので、ここでは扱わないということにします。伝聞部分ね、説明していくということですよね。さて、で、まずですね、このステップ1のところで、知覚、記憶、表現、叙述の過程を数え上げていくということになります。で、この捜査報告書はね、刑が作成したものとなりますが、一番外側はまあ刑ということでいいでしょう。で、それからですね、今回この捜査報告書に書かれている高オツの会話とか高兵の会話、あるいはオツの、ね、会話文の説明っていうのがあるわけだけど、これ IC レコーダーに吹き込まれたものですね、ないしは携帯電話に吹き込まれたもの、録音されたものですね、それをこの K が翻訳再生して翻訳して、で書き起こしたものってことになりますので、 IC レコーダーを介在しているということですよね。はい。で、それからまあ一番内側になってくるのが、まあ高オツ高兵の会話文、それからまあオツの、まあ会話 の、 その説明部分ですよね。でね、またちょっとステップ3のところでやりますけど、高オツ高兵のこの会話部分ですが、これはまあ一続きのものとして考えていいかなと。つまり高のこの部分はね、伝聞で、この部分は伝聞じゃないとか、そういうふうにばらすんじゃなくてね、やっぱり会話っていうのは一続きのものとしてね、意味を持つのかなと思いますので、高オツ高兵ですね、その会話っていうのは一つのものとしてね、捉えていいのかなというふうに思います。まあなんとなくね、そういうふうに言うとね、この部分は非伝聞っぽいなというのがね、まあなんとなくまあわかるかなと思いますけど、まあ実際問題としてこれをね、答案上をね、この部分は伝聞、この部分は伝聞じゃないかって、その会話を分解するのはね、まあ正直言ってまあ不可能ですね、物理的に。はい。だからまあここはもう非伝聞としないとね、答案作成上もちょっと難しいなっていうふうにね、なんとなく感じられるかなと思うんですけどもね。まあ、ただそれちょっと理論的な説明ではありません。ちょっと理屈のね、理論上の説明はちょっとまた後からやりたいなと思います。ただまあこの部分はとりあえずね、一年一体のものとして扱っていいと思います。で、これに対してオツのね、この共通部分、ですね、この説明部分ですが、ここはやっぱバラす必要あるかなと思いますね。さっき言ったやっぱり会話っていうものと大きく性質が違いますのでね。だから要するにこの会話部分と説明部分って大きく2つに分かれるわけですよね。まあ、これだと1、2、3というふうに3つに分けてますけども、高オツの会話と高兵の会話っていうのは、基本的に性質としては同じと考えていいですから、だから、高オツ、高兵の会話っていうものが一つあって、でそれからそれに、まあ、その高オツの会話に関するオツの説明っていうのが一つあって、大きく2つね、あると考えればいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとここはステップ3でやりましょう。で、ステップ2のところですよね。これを見ていきたいなと思いますが、まあ、外からね、外側から適用していくってことですが、この K のね、伝聞過程ですね。これはもう明らかにまあ伝聞ってことですのでね。まあ、この共通過程はもうそんなに問題する必要はないかなと。当然内容の申請問題になると考えればいいと思います。まあ、それはそうですよね。この本件捜査報告書全体が嘘っぱちだったと、ね、いうことになってきたら、何の意味もないってことになるでしょうからね。当然内容の申請問題になるでしょう。ただ、まあ、これはですね、321条の3項の伝聞例外規定適用できるかなと思いますのでね、まあ、今回はさっき言ったように IC レコーダーとか携帯電話に吹き込まれて録音されているものを再生して翻訳する、まあ、要するにその書き起こしたわけなんですよね。だからまあこれはですね、その最初に引用しておきましたけれども、捜査官が五感の作用によって事物の存在及び状態を観察して認識する作用である検証の結果を記載した書面に類似した書面であるとね、こういう形で考えていただいていいのかなと思いますね。はい、ということで申請作成証言があればね、証拠能力ありということでいいと思います。ここはそんなに問題じゃないですかね。あとは IC レコーダーの部分はね、ここはまさにね、機械的に録音されているということですから、伝聞過程は問題する必要はないということになるでしょう。はい。それで一番問題になるのはこの1の部分ということですよね。で、先ほど言いましたように、高オツと高兵の会話部分とね、それからオツによるその説明部分というのは分けて考える必要があるのかなと思いますね。で、まず、高オツと高兵のね、この会話部分からいきたいなと思います。で、まずね、立証趣旨ちょっと確認しておきたいなと思いますが、立証趣旨はですね、事実のね、5のところに書かれてます。一番最後のところですよね。被告人公は第1回公判期日において自分は高オツに対して拳銃2丁を譲り渡したことはないというふうに言ったと。で、その後の証拠調べ手続きにおいて検察官は高オツ官の本件拳銃譲渡に関する高オツ官及び公平官の会話の存在と内容を立証趣旨として前期捜査報告書を証拠調べ請求したと。で、弁護人は不同意としたと。で、まだ最終的にね、立証しなきゃいけないのは、まあ、高がオツに対して拳銃2丁をまあ譲渡したという、そのまあ犯罪事実ですね。まあ、もちろんその故意ですね。その主観面のところも立証しなきゃいけないんでしょうけどね。はい。で、まず、高オツ官、公平官の会話部分ですけれども、この立証趣旨通りに取ったときにですね、何らかの意味を持つのかどうなのか、あるいは全く無意味なものになってしまうのかどうなのか、これを考えていきましょうね。
で、ここね結構難しいですね。ここ判断するのなかなか難しくって、あのね、このコーツとコーヘイの会話部分をちょっとこのオツの説明部分なしにですね読んでみてほしいんですね。このオツの、ね、説明部分っていうのがあります。まあそのコーツの会話に関してですけど、この部分をですね度外視してね見てください。で、そうするとね、いかにもこれ拳銃譲渡に関して話し合ってに見えるんですけれども、しかしねそう断定できないんですよね。あのバツバツバツっていう風になっていて聞き取れない部分なんですけど、この部分ね、その部分があるためにこれ何の会話なのか、何に関する会話なのか、何についての会話なのかっていうのが実はねよくわからないんです、本文ではね。そこがまあ巧妙なところなんですよね。いかにもこれ拳銃に関してね話し合ってるように、まあ見えるんですけどね。ただまあ拳銃っていう言葉はね出てこないんですよね。で、そこでですねやっぱり考えなきゃいけないのは、やっぱりこれはオツのこの説明部分と、まあ言うならば一体としてですね、オツの説明部分と、まあ一体としてっていうのはちょっと言葉表現悪いかな、そのオツの部分の証拠、オツの会話部分の証拠能力が認められて、でそしてその説明っていうものが言うならまあその会話部分の補充になっているわけなんですけども、それ補充されて初めてですね秘伝文として証拠能力ありって、そういう形になるかなと思いますね。最初にそういうふうにはっきり書かれてるわけじゃないけれども、なんせそのオツのですね説明部分っていうものを全く度外視して見てしまった場合ですね、つまりコウオツコウヘイのその会話だけをさらで見た場合、これ拳銃に関する会話だとはね、あのこれ分からないわけなんですよね。バツバツバツっていう部分がありますからね。だからやはりですね、そのオツの、その説明部分ですね、これちょっと先取りになっちゃいますが、これも伝文になって、でただあの要件満たすんで、だからあの証拠能力はねありっていうふうに考えていいのかなと思うんですけれども、あの、まあ、そのオツの証拠能力ある会話内容の説明部分と合わせて考えることで初めて秘伝文になるのかなと、正確に説明すると多分そうなるんじゃないかと思いますね。ちょっとね出題趣旨はそういうふうに書いてあるわけじゃないんだけどね、出題趣旨なんかはまあこれはね秘伝文なのはまあ当たり前じゃないですかみたいな感じで書いてあるんだけども、本当にそう断定できるかどうかはちょっと微妙かなって感じがしますね。ちょっと見ましょうかね。採点実感がいいかなと思うんですね。採点実感のですね、2の採点実感のところのね、1,2,3,4,5 段落目、設問2についてはっていうね段落があるので、これちょっと見てほしいんですけども、本件での具体的な事実関係を前提に使用書事実を的確に捉え、伝聞法則の正確な理解を踏まえた論述ができている答案は少数にとどまったと。本件では捜査報告書全体については捜査機関による検証に準じて刑訴訟法第321条第3項による証拠の付与される、これはいいですよね。で、会話部分と捜査協力者、まあオツですね、による会話内容の説明部分とに分け、前者はそのような会話、そのような内容の会話存在したことが要証事実であって伝聞証拠には該当せず、後者だけが内容の真実性を要証事実とする伝聞証拠になることは明白であると言ってますけども、前者に関しては本当にそんなに明白だっていうふうに言えるかなっていうのはちょっと微妙なところかなというねところはありますよね、これね。はい、なのでこれはあくまでもそのオツの説明部分のところでね、これで初めてそのバツバツバツ部分っていうのはまあ拳銃なんだというのが分かりますから、それがその補充っていうものがあって初めてねこれは拳銃譲渡に関する会話なんだ、まあ確かに拳銃譲渡に関する会話って分かったらね、まあそれそのものが重要だと、それそのものを立証することに意味があるってことになると思うんだけどね。はい、ちょっとねこの部分はね、少しまあ難しいというかね迷うところかなというところはありますね。はい、いいですかね。だからあくまでこの音の会話文と合わせて考えるっていう条件付きかなっていうねところがあります。ただね、まあもう一つの考え方として、こういう考え方も一応あり得るかなっていうふうに思います。つまりこの会話内容だけでこのバツバツバツ部分をね無視して考えると、言うならバツバツバツ部分をその他の会話内容から推認するってやり方です。オツの説明とは全く切り離してバツバツバツ部分って何だろうっていうふうに考えてみるんですね。で、そうするとね次のようには言えると思います。まず1の括弧1のところで、項の3つ目の発言でね、うちの回転バツバツバツのバツバツバツは物がいいのでと、まあ物がいいのでって読むんですかね、ここではね。だから回転式の何かなんですよね、これはね。で、それから、2の括弧1の項の最初の発言見てほしいんだけどね。1兆150万円、2兆ならバツバツバツと。1兆っていうふうにね、1兆2兆っていうふうに数える物だというのが分かるわけです。そして150万、かなり高価なものと。まあ1兆っていうのはだからこれはお豆腐とかじゃないだろうというのは分かるわけなんですよね。で、まあそういうふうにね、考えていくと、これはちょっと拳銃っぽいなと。で、しかもね、その後見ると分かるんだけども、これ、うちのやり方は直接渡りしたりはしないんだと。そこでパクられたら所持では逃げようがないからねと。だからパクられるようなものなんですよね。はい。
であとはリンゴの箱に一緒に入れて送るって言うんだけども、実際にねリンゴの箱を一緒に入れて送られてきてるみたいなんです。拳銃がね、あの事実の3のところにあるんですけどね、事実の3のですね、1,2,3,4,5,6 行目ぐらいですかね、オツ方に入るぞっていうねところを見てほしいんだけど、オツが今において頭部右こめかみ付近から出血した状態で死亡しているのを発見したと。オツの死体付近には拳銃2丁が落ちており、その近くには、開封された宅配便の箱があり、その中を確認するとリンゴがすぐ入っていたと、ね、そういうふうにありますので、まあ、多分これね、リンゴと一緒に送られてきてるんだろうと思いますね。ただまあね、今言ったように考えて、まあ、バツバツ部分がね、まあ、拳銃だっていうふうに推認すること、まあ、できなくはないかなと思いますけれども、ちょっと苦しいかなっていうのはありますよね。まあ確かにそのさっき言った事実ですよね、オツの死体付近にはその拳銃2丁が落ちていてですね、その近くには開封された宅配便の箱があって、その中を確認するとリンゴがすぐ入ってたと、まあそういう事実がありますからね。だからまあ多分宅配便でリンゴと拳銃2丁が送られてきたということなんでしょうけども、ただまあ本当にそう言えるかどうかはね、偶然そうなったらそういう位置関係になっただけかもしれませんから、よくわからないんですよねこれはね。はい、なのでそこがやっぱり確証が持てない以上ですね、さっき言ったようにオツの会話部分を度外視してですね、他の会話内容からこのバツバツ部分は拳銃のことを言ってるだろうっていうふうに推認するのは若干やっぱり難しいかなって感じがします。しかもまたちょっとこれ先取りになっちゃうんだけど、オツのですね、まあ、この説明部分っていうのはね、これは伝文になるんだけれども、その証拠能力321(1)(3)号になるんですね。で、その(1)(3)号の要件としては不可欠性があるじゃないですか。で、不可欠性を検討する前提としてですね、やっぱりそのバツバツ部分っていうのがよくわからないと。これがやっぱりあるはずなんですよね。で、このバツバツ部分っていうのがその分からないんで、なのでそれを補充するためにね、まさにオツの会話部分が必要じゃないかということになるんだけれども、もし仮にですね、さっき言ったようにそのオツの会話、オツの説明部分っていうのを全く切り離してね、他の会話部分からバツバツバツ部分を推認しましょうという話になってくるとですね、オツのその会話の、まあ言うなら説明っていうか補充ですよね、これいらないんじゃないかっていう疑いも出てくるわけなんですよね。だからまあさっき言ったように、あのオツの説明なしではやっぱりこのバツバツバツ部分がね拳銃だったっていうふうに見るのは若干難しいかなという気はしますよね。はい、まあ、確かにそのリンゴとね一緒に送られてきたっていうのはまあ多分間違いないんだろうと思いますけれども、ただそこまでね正確に、まあ そこまでその確証を持ってねそういうふうに言えるのかどうかはちょっとやっぱり微妙かなと思いますね。あくまでもその拳銃2丁が落ちていて、でその宅配便の箱はその近くにあって、その中にリンゴ入ってたというだけですからね。だからその中からまあその拳銃が取り出されたのかどうかはよくわからないわけなんですよね、やっぱりね正確に見るとね。はい、だからやっぱり個人的にはですね、ここはオツのその会話内容っていうものと合わせて考えて初めてですね、死体収集のようにあるいは採点実感のように言えるんじゃないかという気がしますよね。はい、まあ非常にね、まあ巧妙な問題かなと思いますね。このバツバツ部分っていかにもですね、あ拳銃っぽいんだけども、拳銃だっていうふうに正確に断定することは実はできないっていうね、そういうふうな作りになっているわけなんですよね。はい、さて、でだいぶね話をもう先取りしてしまいましたけど、オツによる会話内容の説明文、ここは間違いなく伝文でしょうね。これは、まあ、本当に間違いないかなと思いますね。これはもう内容申請問題になると言わざるを得ないでしょうね。説明したその会話の内容とある事実を立証するということによって、拳銃上との事実を立証するものだからというわけですね。はい、ここはだからさっきの会話部分とは違うと。会話部分は先ほど言いましたように、その会話の存在があるということだけで、もしバツバツ部分がねこれが拳銃だってことになってきたら、それだけでね、まあ譲渡の実ないしは、そのまあ行為ですよね、これ立証することはできますからね。はい、これに対してオツの部分、会話内容の説明部分というのは違うわけですよね。でここはもう伝文なら間違いないかなと思いますね。あとは321(1)(3)号の要件を検討していくと。で死亡はねもう間違いないわけですね。で不可欠性、さっき言ったようにバツバツバツ部分っていうのはね、これが、聞き取れない部分になりますから、そこをね、その補充するっていう意味で、そこで、まあ不可欠性認められるかなと思いますね。まあ、不可欠性っていうのはね、本当にその唯一それしかないっていうね、そのまさにその日本語的な意味での不可欠っていうよりは、その事実認定に著しい差異を生じさせるって意味だと言われてますんでね。なのでまあそれぐらいは十分認められるかなと思います。あと特進状況ですけれども、まあここはですね、死体収集に書かれている通りなんですが、オツによる説明は会話に引き続きなされていて、記憶は新鮮なうちになされているとか、まあ、あとはその直前の会話内容と整合するというね、そういうことも言えるのかなと思いますね。はい、あとは客観的な、ね、状況との整合性なんかも言えるかなと思いますし、あとは付け加えて言うんだとすれば、オツは、ね、捜査協力者ということになりますので、ね、まあ、嘘を言う可能性はない、少ないと、小さいということも言えるかもしれませんね。ただ、一方でね、やっぱり、これオツはコウに恨みを持ってるんですよね。だからその意味で嘘を言う可能性はないわけじゃないと、こういう評価も可能かなと思いますけどね。はい、まあ、ただ特進条件は認めていいんじゃないかなと思います。いいですかね。
ちょっと確認しておきますとね、まずその乙、公乙、公平の会話部分と乙の説明部分っていうのは分けて考えましょうということですね。で、公乙、公平の会話部分に関しては、これは立証趣旨は公乙間の本件検事用途に関する公乙間及び公平間の、会話の存在と内容ということですね。で、もしこの通りにとって、で、検事用途のね、事実に何ら結びつかないと、まあ、ないしはその認識にね、何ら結びつかないということになったら、これは別途ね、要証事実を認定しなければいけません。これに対して、そうじゃなくてね、それで何らかの意味を持つということであれば、それがそのものは要証事実だと考えていいと思いますね。本件はそれそのものは要証事実になるわけです。しかし一足飛びにですね、その会話から拳銃譲渡のね、事実につながるわけではありませんよね。なぜならばこのバツバツバツ部分っていうのがありますから、これがよくわからないわけです。で、これ多分拳銃のことを言ってんだろうと思われます。さっき言ったような状況から考えて、これは拳銃のことを言ってんだろうと思われますけども、それは確証を持てないわけですよね。正確にそういうね、その拳銃のことを言ってんだっていうような、まあ、推認あるいはまあ断定というのはできないわけですよね。はい。だからここはあくまでもそのオツの説明部分と合わせてですね、合わせ技一本っていう感じで、それでまあこの部分がね、拳銃のことを言ってるんだろうって。で、拳銃のことを言ってるとすれば当然ね、これはまあその防御そのもの、公乙間の会話に関しては防御そのものですし、また公平間のね、会話に関してはこれは代金を要求しているわけですから、だからこれがもし仮に拳銃譲渡に関する会話だということが分かればですね、これはもう会話のその存在そのもの、会話そのもので、それ自体でですね、拳銃譲渡の事実であるとか、あるいはその認識、これをまあ推認するということができますからね。だから、その会話の存在と内容を立証することによってですね、その犯罪事実、最終的な立証命題というものを証明することができますから、立証趣旨イコール要証事実だということになる。その意味のない、まあ、例外的な場合ではないということになりますよね。はい。で、そうするとまあ当然内容の申請も問題にならない非伝聞だと、こういうことになるわけですよね。はい。いいですかね。さて、で、今のでまあ基本的にはね、最終採点実感は全部まあ網羅しているのかなと思うんだけれども、実はですね、もう一個疑問があるんですね。最終採点実感のね、一つの疑問として、さっき言ったようにバツバツバツ部分がね、本当に拳銃のことを言ってるっていうふうに断定できるかどうか、これ相当微妙なんですけれども、それと別にですね、実はもう一つ大きな疑問がありまして、ここはね、実はまだ私自身もあまりちゃんと解消できてないところなんですね。で、どういう話なのかと言いますとね、先ほど説明しましたように、まあ、ちょっとね、これはオツの会話部分、失礼しました、会話の説明部分ですね、会話の説明部分の部分をちょっと取り出してると考えてほしいんだけどね。で、ここの部分は、どうなのかっていうと、これ伝聞なわけですよね。で、これさっき321条の1項3号ですね、これ適用するんだよという話をしました。しかしさっきの説明の中で署名押印が出てこなかったですよね。実態要件しか説明していませんでした。なぜ署名押印が出てこないんだろうかと、ここなんですね。で、この IC レコーダーの部分はですね、これは機械的なものですので、なのでここはまあ考えなくていいとですね、これ無視していいと。そしてこの K が書面にする過程ですけども、ここはさっき言ったように検証類似の書面ということですから、ここも問題する必要はない、まあ問題する必要はないというか、321条3項の、ね、要件満たせば OK ということですよね。しかしですね、このオツの会話内容の説明部分、これは言うならば IC レコーダーのこの部分をですね、飛ばして考えると、このオツの会話を直接ですね、もし仮に K が聞いて、そして書面化したと、書き取ったと、これ共通6種書になるんですよね。そうなってくるとですね、このオツの会話を正確に本当に、その本当に正確に K が聞き取って書き起こしたのかっていう意味でですね、この部分にまた別途ですね、伝聞例外の要件、つまり署名押印がいるんじゃないかという問題になりそうですよね。何を言いたいのかっていうと、あの例のですね、平成17年決定を思い出してほしいんですね。平成21年の過去問とかで問題になった平成17年決定ですね。で、あれもですね、まあ言うならば、その犯罪をその再現させ、犯行状況を再現させて、で、そしてそれに関する供述を聞き取って、そして書面化するわけですよね。この写真が貼られていますよと、で、この写真に関する供述があるんですよと、で、ここ供述6書としての性格があるわけですよね。で、これもですね、
結局、まあ、被害者だったり被告人だったりするわけですけれども、捜査官がこの供述を聞き取って、そして書面に起こすわけです。まさに供述録書ですよね。だからこの部分はですね、その実況見分調書のないし検証調書としての性格と供述録書としての性格を併用するわけなんですよね。これは前に説明した通りですね。で、そうするとこの捜査官のですね、聞き取って書き起こしたっていうこの伝聞過程、これはやっぱり問題になるわけで、でここ書面押印が必要なんですよね。でまあ判例に言わせればこの部分書面押印がないんでね、証拠能力がないですっていうことになるんだと思いますけどね。あ、ちなみに写真部分はここいらないですけどね。写真部分はここは機械的なその正確性っていうのは担保されてますから、このね、書面はいらないけどね。ただ、この供述部分を録取して書面化したと。この部分に関しては、これは書面が必要なんですね。で、書面がないと証拠能力ないですよというのが判例ですよね。はい。で、これとも同じようなことじゃないかってことです。要するにね。今回は確かにそのレコーダーであったりとか、まあ、あるいは携帯電話というものは介在してますから、直に K がオツの供述を聞き取って書面化したわけじゃないけれども、でもレコーダーじゃなくてね、まさにレコーダーっていうものをすっ飛ばして考えて、まあ、この部分はさっき言ったように機械的な正確性があるわけですから、すっ飛ばしてもいいんだよね。で、この部分をすっ飛ばして考えたときに、オツの発言を K が聞いて書面化してますということになりますよね。で、そうなってくると、これまさにね、これと同じじゃないかと。だとすると、オツの発言を本当に K が正確に聞き取ったんですかっていう意味での書面押印が必要になりそうな感じがするんですね。で、なぜじゃあその書面をいらないんだろうかということなんです。で、ここから先はちょっと私の推測になるんですけれども、私もね、結論的にはやっぱ書面をいらないっていう結論でいいんじゃないかと思ってますね。で、どうしてなのかというと、やっぱりそのポイントは反訳でしょうね。つまり今回はですね、この IC レコーダーの内容を正確に K が聞き取って、そして、まあ、それを書き起こしているわけですよね。で、その意味でその K のこの伝聞過程が問題になる、この供述過程が問題になるんですね。321条3項の要件必要ですよね。だから321条3項の要件が満たされていれば、逆に言うとこの K のこの伝聞過程というのは問題する必要がないということなんじゃないかと思われますね。あの K の伝聞過程、この供述過程についてなぜ伝聞性が認められるかということになってくると、本当に正確にそういうね、その聞き取り、まあ、書き起こしをやったのかと、これを検証しなきゃいけないからですよね。しかし301条3項の要件を満たせば、それはまあ確認できているということになるわけです。だとすると、このオツの発言ですね、この部分も正確に K はやはり聞き取って書き起こしたということになるわけですよね。しかし、やっぱりね、平成17年決定の事案を見るとですね、ここはやっぱりですね、書面をいるっていう判例を言ってるわけですよね。しかし今回の事案、さっき言ったように説明すると、やっぱり書面をいらないのかなということになってくる。じゃあこの違いって何なんだろうかってことですよね。で、おそらくですね、この違いは次のように説明できると思います。この平成17年決定の事案というのは、要するにその捜査官は現場の状況はこうでしたっていうことは、それは正確に再現してるんですよね。実況見分ってそういうもんじゃないですか。その現場の状況はこうでしたと。で、それを書面に書くわけですよね。で、その意味では321条のその3項の要件、これが満たされていれば正確性は担保されていると、そう見ていいと思います。しかしこの聞き取ったという部分に関して、じゃあその担保っていうのはあるんですかっていうと、多分それはないんですよね。あくまでもその検証類似の書面、まあこれ実況見分調書の場合はね、まあ、これ任意でやるわけなんですけども、その検証類似の書面としての正確、つまりこの最終審に書かれているのね、五感の作用によって事物の存在及び状態を観察して認識する作用というのが認められるのは、その現場の状況がそうでしたっていうこと、その限度だと思うんですね。だからあくまでもその聞き取って書き起こしたというこの部分のですね、その正確性までは担保されてないんじゃないかと思われますね。これに対して本件はまさにその翻訳っていう作業そのものが検証であるとか、まあ、そういう作業に近いわけですよね。ってかそういう作業なわけです、基本的にはね。だからこそまさにこの会話部分とか、あとはオツによる会話の説明部分というものが321条3項のこの要件が満たされるということを条件にしてですね、正確性は担保されていると、まさにそのオツはそういう発言をしていたというふうに考えていいんじゃないかと思われますね。はい、そこは多分平成17年決定との違いになってくる。平成17年決定はあくまで現場の状況がそうだったっていうことに関して、まあ、実況見分だったら、まあ検証とかね、まあ、そういう、まあ、言うならばその正確性が担保されている作業をしていると。しかしこの聞き取って書き起こしたっていう部分に関してはですね、この部分に関してはやっぱり正確性担保されてないと見るべきなんでしょうね。
だからこの部分は別途やはり共通6書の書面も含めてですね、要件が必要になってくるということですね。それはまあ満たさなかったというわけですよね。これに対して本文はそうじゃなくて、まさにその聞き取って書き起こすっていう作業に関してですね、323個の要件が必要になってきて、これを満たせばですね、この文の正確性は担保されていると。こういうふうに説明すればいいんじゃないかというふうに思ってますね。はい。ただこれは実はね、どの本にも書いてないんですね。最初採点実感に書かれてないのは当たり前なんですけども、あらゆる解説書を見たんですけども、今言ったことを議論しているものはなかったんですね。なのでちょっとこれはまあ私の試験ということになりますので、なのでまあちょっと米印のところでねフォローさせていただいているっていう感じなんですけどね。はい。まあというね、非常に難しい問題です、この問題はね。結構不採取紙とかね、採点実感をあっさり書いてるのが相当ね難問なんじゃないかなというふうに個人的には思います。まあそもそも論として合格レベルって話でいくんだったら、会話部分とですね、それからその説明部分を分けられるかどうかですね。ここのところでもうすでに勝負あったっていう感じはしますけどね。分けられていればまあ合格かなという感じですね。分けられないとちょっときついかなと。特にね、その、まあ、採点実感ね、さっきの続きのところに書いてあるんだけども、そのバラしてですね、コウの発言とかそのオツの発言っていうのをまあバラして書いてる人とかね、まあ、そういうふうにまあしてしまったっていう人が結構いたみたいなんですよね。でそうなってくると、まあ、ちょっとかなり厳しくなるかなというところはありますよね。はい。いいですかね。あとはね、後から採点時間見といてほしいんだけども、録音テープなんで知覚記憶叙述の過程に誤りが入り込む余地がなくて、当然に非伝文証拠だって書いた人もいたみたいですね。さすがにそれはありえないと思いますけどね、まあ、ここの過程を言ってるだけですからね、さすがにそれはありえないと思うんだけれども、まあ、そういうふうに書いた人もいるみたいですから、合格レベルってことで言ったらね、そんなに高くないのかなっていうのはありますけどね。ただ本文を正確に分析しようと思うとなかなか難しいということでした。はい、いいですかね。で、答案の方ですけども、これね、実はね、かなりね、分量厳しいんですね。実際に、まあ、これ答案書いてみると分かるんですけど、かなり厳しくて、設問1は操作法の問題、設問2のね、半分が、まあ、操作法とかね、表示力排除法則の問題なんですけれども、伝文に割けるページ数、まあ、多分こんなもんですね。2ページ半ぐらいだと思うんですね。なので、実はね、結構、その事実認定部分が薄くならざるを得ないかなというところがあります。なのでさっき説明したものを多分全部盛り込むのは難しいかなというところがありますね。で、まずね、捜査報告書全体ということですけども、ここはもうお決まりのパターンでね、320条の要件を挙げて、で320条3項を適用しますよということを書いてもらえばいいと思いますね。まあ、なぜ320条3項は適用できるかっていうのはね、ちゃんと説明してほしいですけどね。さっき言ったようにね、その互換の作用によって事物の存在及び何たらかんたらっていうのを説明してほしいけどね。はい。で、それから交通感公平感の会話部分ですけれども、ここは独立した伝文証拠になるんですかと。でね、伝文法則の趣旨から書いていただいて、で、それから当てはめなんだけれども、まあ、ここね、さっき言ったように、本当だったら、その、オツの説明部分と一体としてですね、オツの説明部分に証拠能力が認められることは、条件として初めて証拠能力を認められるんだっていうふうに書きたいんですけど、ちょっとね、そこまで書いてる余裕がなかったんで、まあ、立証趣旨からですね、まあ、それが、まあ、まさにその立証することによって意味がある事実だろうということで、それはそのものは要証事実になるんだというふうにね、そういうふうに認定して、でも、直ちに今、非伝文証拠だというふうに書いてしまいました。まあ、主催趣旨とか採点時間の書き方に近いですね。本当はちょっとそれじゃ不十分かなというふうに思うんですけどね。さっき言ったようにバツバツ部分がね、拳銃のことを言ってるっていうのは、これは、そういうふうに認定できるかどうかちょっと微妙ですからね。本当にね、こう、まあ、直ちにその一足飛びに認定しちゃっていいかとちょっと微妙なんですけれども、まあ、ただちょっと分量との関係でね、こういうふうにしていますということですね。本当だったらもっとちゃんと説明した方がいいのかなと思いますね。はい。で、それからオツによる会話の内容の説明文ですが、ここはね、間違いなく伝文になるでしょう。オツが近く記憶し説明した会話の内容たる事実が要証事実になるということですからね、これはもう間違いないということになるでしょう。で、あとは当てはめですよね。はい。まあ、321条1項3号の要件を当てはめていけばいいということになりますね。まあ、不可欠性のところでさっき言ったように、その会話内容でね、分からないところがあるわけですから、これを補充するっていうね、そういうことが必要になるでしょうというわけですよね。あと、特進状況では、まあ、記憶が新鮮のうちに書かれているとか、客観的な状況とも整合するとかですよね。あとはやはりそのさっき言ったように、会話とね、この説明部分っていうものはやっぱり一体として考えるべきだと思うんですけれども、その会話の説明っていうものはね、その直前の交通感の、まあ、会話の内容というものと整合しているとかね、まあ、そういう事実も挙げられるのかなと思いますね。はい。で、だからもうちょっとやっぱり余裕がね、あるんだったら、さっきのね、その立証趣旨から要証事実を認定するというその過程、もうちょっと丁寧に書きたいかな。特にそのバツバツバツ部分が拳銃だっていうことがね、はっきりしない、そういう事案ですから、そこのところを説明してあげた方がね、本当はもっといいんですよね。はい。ただまあ、それはちょっと全体とのバランスとの関係でね、そうなってる。だから伝文部分だけに絞ってね、いくらでも書いていいです、ページ数無制限でいいですということになったら、もっとね、ちゃんと説明した方がいいですよね、それはね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。